よし、じゃあディベートースタート。はい。はい、ということで。何？まあ、見えるなら、まあ、完全に、人の寿命の方がいいですね。なぜ？なぜっていうのは、幽霊は見えても何もない、怖いだけですけど、人の寿命が見えた場合に、うん、アドバイスもできますよね。いやいや、寿命って、まあ、知っても、うん、なんもないってあなた言いましたけど、うん、そんなことないですね。この日までに、この日に死ぬんだと思ったら、その日までに、もう充実した人生を、うん、今からでも送ろうっていう、無駄のない一日を送ろうっていう気持ちになりますから。でもね、そう簡単にいかないよ、人の心は。多少なりともね、絶望はするし、うんうんうん、もし万が一さ、あと一週間って言われたら、うん、ね、そんな心の準備なんてできないし、一年、二年って言われたとしても、うんうん、できない。さ、寿命っていうのは。まあでもそれはあなたの感想ですよね。なんか幽霊って、どんな感じに見えるんですか？もう変わるよ、人と。まあ、肉体があるってことですか？肉体あるし、でもたまにこうなんか立ってる。肉体はあるっていうのは、触れるってことですか？触ったことはないけど、まあ、たまに枕元に立てたりとかするけど。でもそれ嫌じゃないですか、めちゃくちゃ。でも何もしてこないからね。ただ見てるだけ、こっちを。でも、オンラインゲームとかやったことあります？あるよ。ネームタグって出るじゃないですか。いや、それ。あれと同じようなもんでしょ。いろんなさ、もう100人、200人のさ、数字がさ、頭に入ってくるわけよ。そしたらさ、とんでもないことになってしまうよ。とんでもないことって具体的になんですか？みこみこもだって頭があんまりよろしくないから。それはあなたの感想ですよね。それはあなたの感想ですよね。うるさいです、うるさいです、うるさいです。ごめんね、みこみこ。ね、でもこっち守護霊紹介できますよ。守護霊って何してくれるんですか、具体的に。やっぱりこうなんか危ない時に、はいはい、ちょっとこうなんか危ないくない方向に引っ張ってくれたりとか、うんうんうん、宝くじの番号見たりとか。宝くじの番号見る？当たる当たる、全員当たるよ。競馬の番号、誰が勝つとか教えてくれるし、うんうんうん、いいよ。あ、じゃあスバルから言っていい結果。いいの？まあ、スバルの意見で言わせてもらうと、うん、まあこのね、理論だと番号を見て控えそうなので寿命にします。寿命にする？いや、寿命をみこちの寿命を指示します。なんでかっていうと、コロネの幽霊理論だと不正を働きそうだから、うん、そうだね、道徳的にあかんよね、それね。ねえねえはコロネ先輩派かな。だって不正したいし、人生不正。イエーイ、やめろ。やって協力してくれるのやめろ。やめろやめろ。ティシは、ティシ、あ、ティシは、いや、これ難しいね。決めました。やっぱり、ちょっとみこゆきさん、すごいファンなんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でもちょっと、守護霊が女の子で、ちょっと、守護霊とラブラブハーレムの展開が、ちょっと見たいんで。そんなの、みたいなことないや。あと、数字見れるし。見えてるけど。50年って大きすぎて何も感じない。50年。待って、そこにおじいちゃん2人立ってる。やめろ。